ちょ、こんにちは、日高さん。はい、木曜日です。はい、ね、振り返りと予想としていくけどもね。はい、早速ですけど、広島に激震。まあそうだな、はい、ちょっとコロナのニュースが飛び込んできて、これ最後にちょっと話をするけども、はい、まあ各球団もちょこちょこ出てきてんだよね。まあそのお話を、まあ最後にしたいと思いますけど、はい、まずは振り返りからね。そうですね、はい、まあ、その広島 の、 そのコロナの影響っていうこともありましたが、はい、まず巨人広島戦から、はい、こちら、まあ、ここはあのさ、予想する前に2連戦だったんだよね。そうなんですね。もともと2連戦だったところと、うん、あの雨などで結構中止になったカードもありましたので、うんうん、ちょっと予想と照らし合わせながらもちょっと違うけどね、はい、はいはい、ではあの巨人広島戦はこちらは2連戦だったので、はい、1勝1敗ということでしたが、はいはい、まあ、あの岡本がねすごく巨人は躍動したというような、うん、はい、まあ、カードになり、まあ、広島はコロナの影響でちょっと心配したけども10対2というふうに2戦目はね、はい、まあ、大勝したという。まあでも巨人はやっぱりこう中継ぎ陣が多少心配だなっていうのがね、うん、はい、あるし、伊能が頑張らなきゃいけなかったのが、うん、クローンに満塁ホームラン打たれて、うん、まあなんかぶち壊しになったというね、まあそういう2試合だったけども、はい、まあちょっと広島のね最後に話すコロナの、まあ、ことが心配だよねこれからね、はい、はい、では次いきますか、はい、はい、で次が阪神ヤクルト戦ですね、はい、こちらは1試合最後中止になったので、そうそう、2試合だったんですけれども、うん、1勝1敗です。そうだね、はい、阪神の2勝1敗って予想してたんだけど、はい、まあ、これもほぼ当たりかなっていうような感じもするけどね。ただちょっと阪神の誤算は西勇輝がやっぱちょっとここのとこ悪いね、勝てないね、ちょっとそれが心配なのと、逆に2試合目の西純也、これ親戚関係に当たるんだろうけどさ、これ親戚みたいですね。阪神が連敗してたら西の親戚関係真っ暗闇じゃなかったかっていうようなことも思いながら、はい、でも西純也の投球をこうお話しすると投げっぷりがいいねやっぱりね。でコントロールが定まらなかったんだけど、初回最初ちょっと特に初回なんだけどさ、ね、うん、だけどその一番良かったのはボールを置きに行くっていうことがあるんだけど、はい、置きに行くことなく、うん、どんどん向かっていってたよね、うん、だからまあ変化球はまだまだだけど、まっすぐはすごく良かったなって、力強かったなっていうふうに思うしね、はい、でそれをアシストした近本、うん、だから頼もしい先輩に見えたよね、はい、だからすごく2試合目いい試合になったかなと思うよね、阪神はね、はい、ヒーローインタビューでも西純也投手は、うん、もう素直に近本選手のことかっこよかったですって言って、まあ、そうだ、一言だったな、可愛かったですね。そうだな、はい、うん、だけど今後もね、うん、やっぱこう佐々木朗希とか奥川とかなんかこうライバルがどんどん出てきてるしね、はい、同い年ですよね。そうそう、はい、まあ、頑張ってほしいと思います、はいはい、で中止のあった雨の試合、先発予定だった青柳ね、はい、青柳がなんか11試合目ですね、通算でね、はい、でこれ球団タイ記録なんだけどさ、はい、やっぱ雨男だよね、投げるというと雨っていうことが多いっていうことで、そうそうそう、だから、うん、まあ、阪神が調子悪くてさ、中止にしたい時は青柳先発にしとけば雨で流れるかなみたいな、確率的にはね、はい、っていうようなこともありましたね、はい、では次、うん、DeNA 対中日、うん、こちらは2試合が中止だったんですね。そうなんだよ。ということで中日の1勝ですね、はいはい、まあこれは予想にもなんないよね、中止が2つあるんだったら、まあ1勝1敗1分けにしといたんだけどさ、この1試合しかなかったその試合の中で目立ったのが強打、はい、で強打のバッティングがすごく変わってきたのがさ、バットをちょっと寝かして普通こうやってトップに入って打ちに行くときにもう1回引くから遅れてたんだけどさ、はい、この寝かすことによって引いたものがスムーズに出始めたんだよね、バット。
だからすごくこれから安定したバッティングがね見れるのかなという。うん、で大島と京田の 1,2 番、これは足も使えるしさ、大島はもともと安定してるしね、京田が安定してくると中日の得点力がアップしてくるかなっていう、だからすごく期待感の持てるゲームだったねこの試合はね。1試合だけど収穫のある1試合だったり、ね、そうだね、はい、ではセリーグはそのような感じですかね。はい、そうですね、はい、では次パリーグいきます。はい、はい、西武対ソフトバンク、はい、こちらはソフトバンク2勝1敗、豊さんの予想がぴったり当たりました。うん、そうだね、2勝1敗記録していて、ソフトバンクのやっぱりこう調子が少しずつ出てきたかなっていうソフトバンクにね、はい、そういうことも感じるし、まあ1戦目はあの武田がね好投し粘りのピッチングを見せたというところで、うん、で2試合目は両チームともミスが多くてさ、はい、で最終的にはソフトバンクが勝ったんだけど、この中ではルーキーの若林、うん、だからすごくいい勉強しただろうなっていうのがあって、まずチャンスでの三振、うん、守備についてはボールバックホームしたのがだいぶそれる、で最後は落下点を間違えるというさ、松田のツーベースから決勝点を奪われたんだけど、あの打球も若林の能力だったら取れたなという、うん、感じもしたし、だから試合後にねベンチに座って悔しがってたけど、はいはい、まあいい勉強したよね、うん、それとそういう悔しい気持ちがあるから、まあ今日の試合なんかはエンドラン決めたりだとかさ、うん、ちょっと活躍を見せてたけどね、はい、まあ若林見てて、あこういう悔しさを持ってる選手っていうのは、うん、うまくなるだろうなっていうのを感じた。その試合はもう最後もチャンスで回ってきての見逃しの三振だったよね。ですもんね。だからそういう意味ではルーキーだからね、まあ、いろんなことはあるにしてもやっぱ それをどういうふうに自分で捉えるかだから、こう映像だけだけど、うん、捉え方がいいなっていうふうに思ったし、だからあこの選手は成長していくんだろうなっていうふうな逆に期待をした。ミスしてね、はいはい、うん、でもとてもじゃ あの若林選手にとっては、うん、この1試合というのはすごくいろんなことを、まあそうだね、勉強して、うん、経験になったという試合だったんですかね、うん、そうだね、うん、それで今日エンドランとか決めて、うん、得点に結びつけたりだとか、で今日の試合なんかはもう源田の走塁で勝ったみたいなさ、うん、流れを引き寄せたっていうね、まあさすがに、まあ、西武っていうのは長打がないときは足を使う、まあ、隙のない野球を今日やって、まあ、3連敗しないで止めたというね、はい、だから見事なゲームも見せてくれた3連戦でした。はい、はい、では次、うん、はい、楽天対日本ハムですね、うん、こちらは楽天の2勝1敗です、うん、予想は1勝1敗1分けということだったんですけど、うんうん、まあこれはね本当は予想通りに行く予定だったんだけど、これはね、なぜかというと、はい、やっぱ浅村がね、うん、やっぱ当たってきたということ、うん、でホームランでチームを救ったということね、それと岸がゲームを作り、はい、まあ、勝ちに結びつけたし、うん、で則本がやっぱ勝つようになってきてるという、だから楽天も多少安定感が出てきてるかなっていうような、はい、そんな印象を受ける3連戦だったよね、うん、で日本ハムの方も中田がいないけど、うん、ワンボーロンがね4番に入って活躍を見せたりだとか、はい、まあしてるから、まあこっから調子が上がってくればいいけどね、日本ハムもね、まあそういう3連戦でしたよ。はい、はい、では次、はい、オリックス対ロッテです。こちらは、うん、2試合だったんですね。そうなんだよ、3連戦で予想してたんだけど、はい、そうですね、はい、で、結果が2勝、あ失礼しました、1勝1敗ですね、はいはい、予想はオリックスは2勝1敗だったんですけど、うん、やっぱね、ここのね、はい、誤算はね、やっぱ山本が勝てない、うん、で山本が勝てない原因の一つに、やっぱミスをする、チャンスを広げるミスをし、タイムリーでエラーをするという、だからタイムリーエラーも出るし、まあ、山本もそんな調子は良くないんだけどさ、はい、まあ、そういう時こそチームが救ってやればいいのになと思うんだけど、やっぱ足を引っ張るような形で、ロッテはチャンスを潰すようなミスがある、まあ、例えば走塁ミスだとかさ、まあ、そういうことで星は分けたんだけどね、はい、内容的にはあんまりいいゲーム展開ではなかったというね、ただその中でモヤとか、はい、あ2本ホームラン打ったりだとか、うん、やっぱ再三言ってる杉本、
が2本打ったりだとか、なんかどん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 交流戦に向かって調子を上げてる選手たちが多いということね、うんうん、だからまあ頼もしくは見えたけど、はい、だけどやっぱり両チームともミスが失点してるし、うん、ミスが勝てなくしてるし、だからミスをいかに少なくするか、はい、まあそういうことが課題かなっていうふうに思いました。はい、はい、では振り返りはこのようなところで、はい、次の予想をしていきたいと思います。はい、次は2連戦なのはソフトバンク対オリックス、そうだ、ね、あとは全部3試合ずつあるみたいですね。はい、はいはい、カードがヤクルト対 DeNA、 中日対巨人、はい、広島対阪神、うん、パ・リーグが西武対日本ハム、うん、ロッテ対楽天、うん、でソフトバンク対オリックスです、はい、ではヤクルト DeNA、はい、これね今永が復帰するんだよね、うん、はい、でヤクルトはバンデンハーグというソフトバンクから移籍してきたピッチャーが投げるということで、はい、なんかこう一勝一敗一分け、このような気がする。で時々雨だから、ね、もしかするとまあ一勝一敗かなっていうような気がする。はい、はい、まあ、気がするっていうか、まあ、今永にも勝ってほしいし、バンデンハーグにも勝ってほしいというね、はい、まあ、ちょっと複雑な心境で見ます。はい、はい、では次の中日巨人戦は、はい、やっぱ中継ぎ陣が良くないっていうことと、はい、うん、中日打線が当たってきてるということで、うん、2勝1敗の中日の2勝1敗、はい、はい、でね、やっぱ名古屋ドーム、バンテリンドームっていうのはさ、うん、ホームランがやっぱ出にくいし、巨人ってホームランで勝ってきてるんだよね、うん、岡本とか、これが出にくいっていうのはやっぱこう接近戦になると思うんだよ。そうなってくると中日の投手陣の方がはるかにいいから、うん、まあ、中日に分があるかなっていうふうに思ってます。はい、はい、では次です。はい、広島対阪神です。これは中止という予想。予想、はい、これは後で言うけどね、はい、これは中止、はい、ではあれですかね、もうこれはこの予想のままですか。もういいです、中止、はい、はい、ではパ・リーグです、はいはい、西武対日本ハム。日本ハム、西武の2勝1敗、これはやっぱ西武の長打が出ない時に足が使えるということ、うん、それと今日のソフトバンク戦見てみてもやっぱ点の取り方がやっぱそつがない、これに日本ハムがどう対処できるか、うん、まあこの3連戦は多分伊藤だとか上沢とか、うん、やっぱ日本ハムに勝ってほしいピッチャーが投げるんだけど、やっぱ相手も高橋光成とかエース級が来るんだよね、うん、だからここら辺を日本ハム打線が打てるかどうかということと、やっぱ西武の野球がそつがなくなってきてるということね、うん、でソフトバンクにも全部接戦だったしね、はい、うん、だからここら辺がやっぱ西武の方が地元でやるし有利じゃないかというふうに見てます。はい、はい、では次ロッテ対楽天です。はい、これはロッテの2勝1敗、お、うん、はい、やっぱロッテ推しなんだよね、どうしても。それはなぜ。それは楽天の投手が安定してきたっていう話もあったじゃないですか先ほど。まあそうだね、はい、それは岸と則本は安定してるけど、やっぱマー君が勝てないっていうこともあるしね。だから早川っていうのはこの前完封してるでしょ、うん、はい、でルーキーでハーラートップなんだよね、はい、そろそろやっぱ疲れてくると思うんだよ。だからそこを見て、まあ、ロッテの2勝1敗かなという。でロッテ打線も非常に当たってるしね、うん、で荻野マーティンっていうのが 1,2 番が当たってるとやっぱ得点力がおのずとして上がっていくからさ。そうですよね、はい、で安田もちょっと隠れてるけどもうそろそろまた上がってくるかなっていうような、うん、まあそういう期待も含めて、まあ、ロッテの2勝1敗、はいはい、では最後ソフトバンク対オリックス、うん、こちらの 2戦の予定ですが、はい、これは1勝1敗、はい、うん、まあオリックスもすごく当たってきてるし、うん、でホームランもポンポン出始めてるしね、うん、だからそういう意味ではソフトバンクもそれはもうオリックスだからっていうことはもう今年の場合はもうなくなった、うん、だからすごくオリックスもいい野球やってるからまあ一勝一敗かなというような、うん、そう予想しました。はい、はい、というところで、はい、
先ほど言っていた、うん、広島対阪神中止っていう風な予想もしていたところで、うん、これは新型コロナウイルス陽性判定、うん、たくさんの選手がこう抹消であったり、うん、そうだね、自宅待機ということになっていることを踏まえてのことですよね。そりゃそうだよね、はい、まあ、例えばさ、松山もいないでしょ、で菊池いないでしょ、小園いないでしょ、はい、今日、うん、新たに、新たに、はい、出たのが初木選手、初木センターでしょ、はい、で鈴木選手ライトでしょ、長野選手でしょ、うん、で、まあ、あの昨日からそういう風になってたんですけど、大森選手とかも今回陽性ということになってしまい、うん、石原選手もそうですね、うん、それで磯村、石原、キャッチャーのね、はいはい、で、松山選手先ほど言いまして、うん、西川選手で、坂倉もそうです、ベンチから外れたわけでしょ。そうなんですよね。そしたらさ、堀江選手と相澤が2軍で調整してるけど、キャッチャーはさ、もう中村翔成しかいないんだよ。はい、この前大活躍されてましたね。そうそうそう、だけどもうこれだとさ、ゲームになんないよ。うん、控えがいないってことですもんね。控えもですけど、控えもだけど、先発で出てくる人っていうのも大変なことになっているんですよね、うん、いやだからさ、これだけ出るとさ、まあ例えば他のチームでもね、抹消して2軍から上げて、うん、なんとか取り繕ってたけども、やっぱ2軍から上げる選手ももういないんじゃないかっていうぐらい、もう中心で出てた選手っていうだけではなくて、うん、こう離脱してしまわなきゃいけない選手がもう多すぎるっていうことですね。いや、多すぎると、多すぎるのと、やっぱレギュラーが多すぎるわ、うん、その中でも、うん、だからこれは、いや、阪神やるのはいいけどさ、阪神も嫌がると思うんだよ。だし、こういう中でやって、いや、検査はね、はい、ちゃんとしてるよ、はい、してるけど、この中でやってどうなんだっていう。です、これで勝ったとしても、うん、なんかこう、すっきりはしないですよね。まあ、すっきりはしないけど、ラッキーだよね。まあ、確かにそう、まあ、勝負なのでね。勝負だから。それはそうですが、うん、それはもちろんね、勝負としたらすっきりはしないよ、はい、すっきりはしないけども、やっぱこう、感染してるチームとさ、やるのってより以上に神経質にならなきゃいけないし、しかもこう一回でこう出て落ち着いててっていうわけじゃなくて、うん、連日こういうふうに出てるからな。しかもこうたくさんの選手で出てきてると、うん、もしかしてこの人もあの人もっていうふうなっていうようなことになるよね。だから日本が中止にしたようにね、はい、やっぱこの3連戦は俺はやっちゃいけないと思うよ。うん、まあ、万が一、ね、それと、うん、ちょこちょこ他の球団にも出てきてるでしょ。そうですね、あのヤクルトの2軍の選手で出て、うん、あの試合中止になってるでしょ、はい、っていうのが発表になってたり、うん、ロッテでも柿沼選手がコロナで自宅待機みたいなになってますし、まあ、ね、まあ、ちょこちょこやっぱりちょこちょこ出てきてるんだよ、はい、出てますね、うん、これが何チームも出てきたらもうプロ野球が成立しなくなるよね、うん、で中止にしなきゃいけなくなる、もう日程オフにして。だからこういうことを避けるためにも、この3連戦広島阪神戦は俺はやっちゃいけないと思うよ、うん、だからまあもう本当にあのなんていうの、今、まあ、情報によるとさ、なんかあの症状は出てないって言うんだけどもさ、うんうん、やっぱスポーツ選手だけにさ、ちょっと心配だよね。そうですね、そういう体調不良になったりとかするとさ、うん、それとちょっと知り合いがねコロナになってどうなんだっていうふうに聞いたら、いや、なんかもう熱も下がりどうのこうのしてて自宅待機してたら、まあ保健所とのやり取りで、あ、もういいですよみたいなことを言われたとかさ、ね、なんかこう症状がなくなって、うん、何時間経過、何日、そうそうそう、症状出てから経過すれば、うん、っていうような感じみたいですね、うんうん、だから出る人と出ない人もいるだろうし、だからやっぱり安静にしとくっていうのが一つ大切なことだから、この3連戦だけはなんかやってほしくないなっていうふうに、うん、まあ、残念だけど思うよね。症状がないだけに、うん、一応こう拡散をしないためにも、そう、もちろんもちろん、自分がまた今後症状が出ないためにも、うん、大事をとってということは大事ですよね、うん、そうだよね、うん、まあ広島辛いだろうけども、うん、ね、まあここ危機状態だけど乗り切って、はい、ね、ください。はい、まあ、いろいろ心配なニュースもありますが、そうだね、ここ次の3連戦もどういうふうになるのかが、
まあ、楽しみでもあり、また心配でもあるという、はい、もうこれ以上コロナ出したらプロ野球がちょっと一旦停止するような形にもなるしね、うん、まあ、気をつけてほしいと思います。はい、はい。